いやあ、ランセランセどうもミスターブシトでございます本日はどうする家康補足解説石川一正の出奔の真相についてでございますはい家康のね腹心としてもう家康が人質だった頃からそばに仕えてくれていた石川一正 昔からお付き合いがあったあの石川一正が何で家康を裏切ってしまったのかね、まあ、ちょっとかつて石川数正についての解説動画を出したところでも少し触れましたが、まあ、今回は石川一政が言いいいいの元をを去ったた理由っていうのを色々とと考察していきたいと思います、まあ、これを知った上でねドラマを見ていくとねより大河ドラマのね理解がしやすくなったり面白くなると思いますので是非最後までお付き合いください。それでは行きましょう石川一正の出版の真相についての考察でございます。 さあこの石川数正出奔のきっかけとなったのは家康と秀吉が争った小牧長手の戦いいでございますこの小牧・長良天の戦いは、まあ、かなりね家康もいい勝負をね、えー、したんでございますけども。 まあその戦いの大義名分となっていた。まあこの信勝の方がえ単独でえ家康に断りなくごめんなさいとね秀吉に頭を下げてしまったので、まあ秀吉は戦う理由え大義名分を,を失ってえしまったのでここでえ家康も秀吉との戦いをまあ停戦にするえ講和するということになったわけです。まあしかしえこの戦いというのはですねまあ秀吉の方がまあかなりえ優勢に進めていたとやっぱり国力がね秀吉の方がえ圧倒的に大きいですからまあ秀吉の方が優勢に進めていたというところもあってまあ降伏戦いをやめましょうっていう話はな。 まあかなり家康側が不利な条件で講和を結ぶということになりました家康の子供であるお木ですね、まあ、後の結城秀康になる人物ですねおぎいを秀吉の側に人質に出すということで講和が結ばれるということになりました逆に秀吉側からの人質とかはこの時はないわけですよねなのでまあ家康の方が不利な状況です万がが一家康が約束を破ったら まあそのおぎとかがね殺されてしまう可能性があるわけですから、まあ家康側の方は不利な条件で戦いをやめましょうというね講和を結んだというところがありました。で、この家康と秀吉の間の取り継ぎをやっていたのが、えー、家康の重臣市川和正だったわけですね。えー、そして和正をこの秀吉との講和にあたって、えー、自分の次男、えー、勝千代を家康の子供おぎいと共にですね一、えー、人質に出すということをやっております。だから家康の子供だけじゃなくてこの家康の重臣 の石川一政からも人質を取るっていうことをまあ秀吉はやってるわけですねだからよっぽどまあ秀吉側の方が有利な条件だったということがわかりますでさらにこの人質を出すというのがですね家康の息子の小木井と石川一政の次男勝千代だけじゃなくちょっとどうする家康には、ね、登場してませんけども本田重次っていうまた別の重心がいましてその本田重次のお息子千代も人質に出されております三人の人質が秀吉の元に行ったということがあったわけですね まあそんなえ状況ではあったんですがえ家康はですねこのあと秀吉と講和したにもかかわらずでしかも自分の子供もや数政のね子供たちなんかが人質に言ってるにもかかわらず家康自身はえ秀吉との対決講和はしたけど別に秀吉の家来になるわけじゃないからとあくまでこっちは対等なんだっていうかなり強気な姿勢をお崩さなかったんですね。でそんな状況の中でえこの数政が出奔してしまいます。 これは小牧の悪天の戦いが終わった翌年ですね。1585年に一正は岡崎城を脱出しこっそりと家康元を離れていってしまいました。はいで、この一正の出奔に関しては、家康側のスパイだったんじゃないかっていうね、えー、そういう説というかね。まあ、そういうことを言われる方もいらっしゃいますよね。はい、まあ、ただまあ、状況をね。よく見ていくと、一正がね。スパイとして秀吉側に潜り込んだっていうような、ちょっと考え方はできなさそうです。 まず数正が自分の妻や子供たちを連れて、えー、岡崎城を脱出した時ですね、えー、常磐が数正の兵士をですね捕らえるということが、ねえー、あったみたいなんですよ。石川一政がまあ逃げ出していくっていくとうことは 岡崎の城兵ににとっっても、まあ、ねみみに水だったわけですよ、ね、そんな話聞いてないよっつってね「えー、なんか石川さん逃げ出してますけど」っつって,言って、ね「早く捕らえろ」みたいな。でまあ数たちは無事に脱出できたんだけど、まあ、一正のね、えー、そばについていた一部の兵士とかは捕らえられてしまったということがあったみたいです。はいまあ、なので事前にそういうことは知らされてなかったわけですよね。まあ、もし、まあ、スパイダんだったらねもっとすんなりと脱出できててもいいと思うんですけども。 えー、そういうことがあったので、事前のね示し合わせとかなかったんじゃないかなと。まあ、あくまで石川勝政本人の決断だったんじゃないかなというふうに私は思います。まあ、もちろんねその敵を欺くにはまず味方からって言いますからね。それ味方を欺いたみたいなねこともあるのかもしれませんけども、まあちょっとそれ以外にもですね、えー、他の状況を見ていくと、まあスパイではないかなというふうに思います。勝、えー、政が、えー、秀吉の元に出奔してしまった後ですね。まあ、家康は岡崎城を大改修しております。でさらに徳川家のその軍法ですね、えー、軍事の決まりを 武田流に改めるっていう、ね、家康はその武田家の給料を吸収していますから武田の旧審たちとかのね話を聞いて軍法を武田流に改めるっていうことをやってるわけですね。 まあこれはなんでこういうことをしたのかっていうと石川数正が秀吉側に行ってしまったので、まあ、後々秀吉を戦うっていうことになった時に、まあ、岡崎城のね情報とかが筒抜けになっちゃうわけですよここが弱点ですよとかねこっからこういうふうに攻めていくといいですよみたいなことを数正、まあ、は全部わかってるわけですから、まあ、それがばれた状態で戦うのはまずいっていうことで大改修を行うでさらにその軍法ですね軍事的な決まりとかに関しても、まあ、全部石川数正はね重心で全て知ってますからそういう情報が秀吉の元とに、ね、筒抜けになってしまったら、まあ、あっさりやられてしまいますからねなのでこの軍法を武田に改めるっていうこともやってるわけです。 警戒してるわけですよねでさらにですねこの時、えー、信濃の国の松本城の上司であった小笠原貞義っていう武将がいるんですがこの武将も石川一正の出本に連動して家康を裏切ってるんですよねで実際戦闘が起きてますでしかもこの小笠原貞義が裏切った子で大久保忠代もねあこれやべえと 真田も家康から裏切ろうとしてるみたいな状況ですから、まあ、真田も攻めてくるかもしれないしこれやべえぞってねもう本当に死を覚悟して戦うみたいなことをね、えー、大久保忠世も言っていたみたいな話がありますので、まあ品野の方がめちゃめちちゃゃピンチになってるんですよねなんでその石川和正とこの小笠原里義が連動してるのかっていうとこの小笠原里義っていうのはもともと丘を失ってしまった浪人みたいな人だったんですけど家康の家臣になってで天正神保の乱で武功をあげてこの松本城を与えられたっていう人だったんですよね。 だから、ま、昔からの家臣じゃないので、小笠原里義は自分の子供、高松丸っていうのを石川和正の人質に出してたんですよ。で、石川和正は岡崎城を脱出した時に、この高松丸も一緒に連れてってるんですよね。なので、ま、事前に何かしら、その、示し合わせがあったんでしょだから、小笠原里義も石川和正と一緒にですね、秀吉方について言い家康と戦ってるわけですよね。まあ、そういう戦闘が起きちゃってるので、本当に和正がスパイとして、その、秀吉側につくのであれば、ね、小笠原里義。 が裏切る意味が分かりませんので小笠原貞義のねあの人質をわざわざ一緒に連れて行ってで小笠原貞義も家康を裏切って騒ぐことになるみたいな自分の味方っていうかこういった、えー、ことからですね、まあ、やっぱり石川数正の出版っていうのはスパイとかそういう話ではなく数正、まあ、自身が徳川を見限って俺は秀吉に就くっていうことを、まあ、決めたから行われたことだというふうに思われます。 でちなみに数正がいなくなった後の岡崎城の城代には数正と同じように、ね、人質を出していた本多重次がついています。ただこの本多重次はですね、まあ、自分の息子の,その戦地を秀吉のところに人質に出してたんですけども、まあ、母親が病気だからとかいろいろ理由をつけてこの戦地を連れ戻しちゃってたらしいんですよね。 そういういことをやってたらしいですでしかもこれはえ秀吉から許可を得ずにやってたっぽいんですよね後々この本田茂が秀吉から怒られてますんでだからそういう結構勝手なことをやっちゃってるっていうねえこともあったみたいですまあそういったちょっとね秀吉側に人質を出すその辺りの話っていうのはまあ家臣たちの、ね、中でも、まあ、いろいろ不満があったのかもしれないですよね本田茂君とかは、まあ。そんな中で一馬、えー、さんはね、えー、いや俺は秀吉側につくっていうことを決めたのかもしれません。まあ、ちょっと動機に関しししては、えー、後ほどどね詳しく話しますけども でこの時ね和正が秀吉側に行った時に都の方でこんなね楽手が作られたというふうに言われています徳川ののの家に伝わる古宝記今は都の木の下を履くっていうねまあこれ本当によくできたね歌だなっていうふうに思いますけどね「徳川の家に伝わる古蜂起」っていうのはこれは和正の頃ですよね。和正は「石川蜂の神っていうね頭領名を名乗っていましたので、まあ、それに引っ掛けてるんですよね。 徳川家のの古古いいいい昔からあるる今ははに行っっててて下下をうのは当然秀吉はもともと木の下ですからね、はい、そこと引っ掛けてるんだと思いますけども秀吉の元に行ってそのね都の木の下を履いているよなんていう、まあ、そんな歌が作られるぐらい、まあ、この石川数正の出奔っていうのは、まあ、世間に浸透してたってこうですよねこんな歌ができるぐらいですからセンセーショナルなニュースだったんだと思いますよ。えっ、ー、ってまさかあの石川数正が逃げていくなんてみたいな。 だからこれは多分ね、家康にとってもね、耳に水だから、その示し合わせて送り出したとかではなく、やっぱり突然の出奔だったんじゃないかなというふうに思います。で、じゃあなんでそんな古法記ですよ。昔から徳川家に使えていたね。古法記の和正が、なんでそんな家康をね、裏切ってしまったのかっていうところなんですが、まあ、これは確実な理由はわかりません。 なぜならそれは石川一真が言ってないからですね自分で私はこうこうこういう理由で徳川家を出本したんですなんてことをね自分でなんか書いててそれが残ってたらいいんですけどもまあ、そういうものがないのでわからないなのでいろんなことがねいろいろ推測されていますまあよく言われるのは徳川家を守るためだったんじゃないかっていうのはねよく言われますよねまあ、家康は それでも、えー、俺はねまだまだ戦うぞと秀吉の家臣にはならないって言って対決姿勢を崩さないかなり強気の状態が続いていましたでもこのまま戦い続けていたら国力の差でやがて徳川家は滅ぼされてしまうだろうっていうふうに一正は考えていたなぜなら一正は自分がね取り次ぎとして秀吉のもと大阪に行くっていうこともありましたからその都の栄えてる姿をよく見てるわけですよ。 やでも家康はねそんなの関係ねえって俺は戦う戦うって言うことを聞いてくれなかったみたいなこともねあったのかもしれませんでそんな中で風んはこのままね戦い続けていたらまあ絶対に徳川負けるから、まあ、自分ほどの重心がね家康元を離れれば、まあ、家康も目を覚ましてくれるだろうっていうふうにね思ったのかもしれませんだからまあ諌めるっていう意味を込めての出奔だったんじゃないかっていうねまあそういう説がねありますよね。 でそれ以外には、まあ、秀吉の人柄に惚れたみたいなね、えー、話もあったりしますね。まあ秀吉はね、まあ、すごいスケールがねやっぱでかくて人たらしって言われるぐらいですからね、まあ、当然さん、えー、にも跳躍を仕掛けていたと思います。まあ後々ね秀吉は家康の家臣の,その本ー忠勝とかにねこうプレゼントを送ったりとかして「欲しいの欲しいの」って言ってるわけですよ、まあ、優秀なね武将を見つけたらう、ね、ちに来ないかみたいなことをやってるわけですよね。まあ、それはやっっぱりりり秀吉ががたったた一代代ののの成り上がりで昔かからら武家じゃないいこの石川一みたいに代々 ね、徳川家に仕えてますよ。みたいなまあ、人がいないわけですよね。秀吉っていうのはまあ、だから有能な人物がいてで、ね、忠義の熱い男がいたら自分のね。元に来てくれないかって言ってこう姦淫をかけてるわけですよね。まあ、その調略にまんまと引っかかってしまったんじゃないかとも言われてますよね。 まあ、あとは家康は結構ケチとか言われますから。まあ、質素倹約の人だから、ね、派手な秀吉の、ね、姿を見て、気前いいなっていうことで、ね、秀吉の方になびいてしまったんじゃないかとかね。まあ、そんな話もあったりします。ね、都の、ね、魅力だったり、秀吉の気前の良さだったり。まあ、そういうもので、一馬さん、心が動いてしまったんじゃないかっていう話もあったりします。まあ、それ以外には、まあ、先ほども少しね、話しましたけども、ええー、堺多とか、えー、本田茂次とか、まあ、そういう人たち、家臣たちとの圧力があったんじゃないかっていう話ですね。はい。 これは小牧七悪天を戦う時に、まあ要は、酒井忠次とかね、榊原康政、本当忠次とかは。秀吉と戦いましょうっていう主戦派で、一方一正は、いや秀吉には勝てるわけないから、壊しましょうっていう、まあ恩恵派だったと。で、それでいろいろとね、軋轢があった。 でその小牧の悪天の陣の中で石川一政と坂井忠次この2人の重心が、まあ、言い争ったっていう、えー、噂が当時あったみたいです本当にあったかどうかは分かりませんけどね、まあ、そんな噂が立つぐらいちょっとあピリついてた、えー、っていうことがあったみたいですねこれは秀吉が石川一政に対して送った書状の中から分かるみたいですねなんか坂井忠次とね喧嘩したみたいだけど大丈夫みたいなことが書かれてんでしょうねそのね書状にちょっと私も、えー、原本をねちょっと読む時間がなくて確認できてないんですけどもどうやら秀吉の書状にそういうこと書いてあるらしいんですよ。 まあそれはやっぱり秀吉のところに赴いて秀吉のねすごさ人柄とかね、まあ、それからその都のすごさとか、まあ、そういうものを目の当たりにしている数正と、えー、三河のね武骨な武人たちとはちょっとね価値観が合わないみたいなことはもしかしたらあったのかもしれないですよね。はい、でそしてこの、ね、小笠原定義の離反が、まあ、原因なんじゃないかっていう説もあります。 まあこれはね詳しいことは分かってませんだから石川数正と小笠原定義がまあ結託して共に秀吉側につこうぜって言ってまあ動いた可能性もありますけどこの小笠原定義の方が先にえ離反をしてやっぱり徳川裏切りますって言ってね秀吉側につきますっていうふうに家康が裏切ってでその鴻松丸をね預かってたえ一正は立場がなくなるわけですよね自分が責任を持ってこの小笠原定義の面倒を見るっていうことになってるわけですからなのにえ裏切ってしまった。 小笠原貞義をま制することができなかっただからまあ監督不意気届といいますかねまあ、責任問題が石川一馬さんあるわけですよまあ、だからいい場所がなくなって え、ね、失敗してしまったわけですから、もうこれダメだっていうことで、自分の保身のためにも、もう、お、秀吉側に寝返っちゃう。まあ、小笠原貞義の離反が、えー、きっかけになったんではないかという説もあります。まあ、た、ここに関しては、どっちが先かわかりません。一正が小笠原貞義にね、持ちかけて、もう、一緒に家康を裏切ろうぜ、みたいなね。そういうことを持ちかけた可能性もありますし。小笠原貞義の方が先に裏切って、えー、仕方なく、一正も裏切るっていうね、道を選んだっていう可能性もありますし。まあ、ちょっと、ここ、詳しいところは、まだ、えー、研究中とね、いうところだと思います。まあ、こんなふにいろ。 んな説があるわけですもねこういう重大な決断っていうのはまあ複合的なもんだと思いますよね。いろんな理由が重なって重なっていろんな不満とか、まあ、いろんなね悩みとかいろんなものが重なって裏切るとかね、えー、そういうね決断をねするもんだと私は思いますので、まあ、一概にこれっていいうのは、ね、ないと思います一体ねカズマさんはどんな気持ちで秀吉の元に行ったんでしょうか そしてその後の一政ですが秀吉の家臣としてかなり活躍しております。結局家康はねその一政が出奔してしまった後も秀吉とはね戦うぞってね俺は秀吉の言うことなんか聞かせえぞっていうような、まあ、強硬な姿勢を保ってたんですけどもそこをうまいことね一政がいろいろとね間に入って講和に持っていったと言われております。まあ、一番動いていたのは織田信勝の家臣の滝川勝利っていうね武将なんですけどね 織田信勝の仲介があって家康は秀吉にね心中するってことをまあ決めることになるんですけども、まあ、そこにあのどうやら石川勝政も絡んでいたっていうことねあの書状などから分かってるみたいです。まあ、メインで動いてたのは信勝と、まあ、その家臣の勝利なんだけど、まあ、石川勝政も当然ね元徳川の、ね、人間として、まあ、秀吉にいろいろ情報を、ね、出したりとかして、まあ、講和をうまいこといけるようにね持っていったみたいなところがあったみたいです。そのの結果秀吉は自分の母親大満どころを、ね 中ですよねお母さんを、えー、家康にに人質に出してそれまで一方的に人質をもらうっていうだけだったんだけど、まあ、人質を出して、まあ、朝姫でね自分の妹を結婚させるとかもやってますけど大間どころ人質に出すっていうことを決めて、まあ、家康が心中してくれるっていうことになったわけですよね。もしかしたらそこにはね一政の活躍がねあったかもしれません。 はいまあ、そして、えー、その後ね関東の北条氏が滅亡した後家康は江戸の方に関東に移ることになりますけどもその後石川一真さんはもともと家康の領地だった信州ですね信濃の国を与えられてそこの松本城主になっています。八万石ってていうね、えー、待遇も受けておりますで、えー、この松本城ね今でもねその観光地としてねものすごい人気ありますけどもすごいですよね。あの かっこいい真っ黒のね天守閣を作ったのは、えー、この石川一正だというふうに言われていますあの松本城っていうのは、えー、石川一正が関東に移った徳川家康を、まあ、監視するために、まあ、作られた城の一つだというふうにもね言われてますよね。はいまあ、なのでね、まあ、こういうその、えー、裏切ってきた人がいたら忠誠を示すために自分のもともとの主君九州に対してね刃を向けるっていうことはまあよくある話なんですけどもまあこの時点ではねもう秀吉によって総武事がなされてますから、まあ、当然家康と戦うっていうことはなかったんだけど万が一 家康がね秀吉に対して牙を剥くっていうようなことがあれば、まあ、それを食い止めるための、まあ、監視党としてね、えー、この信州松本城に和正を置かれたということがあったわけです。で、まあ、おそらくね秀吉からは非常に好かれていたというかね、まあ、信頼されていたというふうに思います。えー、名前もですね、えー、石川和正、まあ、これは出奔する直前に家康から安の字をもらって石川安るっていうふうに改名してたらしいんですけどもその安るの安の字家康の安の字をね捨てて「義、えー、るって名乗ってるんですよね。 当然こののっていうのは秀吉の吉ですよで秀吉から名前の一字返金を受ける名前の一字をもらうっていうことをするぐらい、まあ、秀吉からね信頼されていてでこの松本城のね河原とかにも「御七切」っていってすまこの御七切っていうのはもともと秀吉が信長からもらったあ家紋らしいんですよね信長からこれ使っていいよって言われて使わせてもらってるまあすごいいい 家紋,なんですよ家紋にもなんかいろいろね角があって、まあ、この五七切って簡単に使っちゃいけないみたいなものがあるらしいんですけど五七ぎりの家紋を秀吉はこの石川数正与えてるわけですね。でその松本城に家紋を使ってるわけですから、まあ、かなりの信頼がねあったんじゃないかなというふうに思います。そんな、えー、秀吉のもとでも活躍した一正、えー、だったんですが、えー、1592年には没したと言われています。えー、1592年年の年末頃にね あの和正の葬式が行われてたっていう記録がありますのでこの頃に死んでしまった家康が関東に行ってからまあ約2年ですかね、はい、それぐらい経って和正はこの世を去るということになりましたそしてその後の石川家なんですけども着南の安永が後を継ぎますそして関ヶ原の戦いでは東軍側にねついて まあ家側についいててて、ね、戦ってで主導を安堵されています、まあ、しかしその後ですね大久保長安事事件件という事件が起きるんですよね、まあ、これは大久保長安っていう、まあ、また別の武将が死んだ後にですね実はこいつがめちゃめちゃ汚職をしてたみたいなことが発覚してその関係者がどんどんねクビにされてしまうみたいな事件なんですけどもざっくり言うと。それに関わっていたというふうに言われていてこの大久保長安事件に連鎖して石川一政の嫡男安永は領地を失ってしまう。 そしてこの石川一馬さんの家というのは断絶するということになってしまいました。はい、この時のね家康の気持ちはどんな気持ちだったんでしょうか。まあ、せめてねせめて関原の戦いまで一馬さんが生きていてくれたらな。あと8年ね二人の和解っていうのもあったのかもしれないし、うんどうなんでしょうかね。 もうう少しししし長生きしてててかっったななんていいううに思ってしまいます石川和正はねあの青年が不明なのでえ何歳ぐらいだったか分かりませんけどもまあ少なくともね家康が小さい頃からそのね面倒を見てたわけですからまあ随分ね年は行ってたと思いますけどもあともう少しねあともう少し長生きしてくれたら家康の天下だったのにねその時にどんな風にね和正が イエスに、ね、迎え入れられたのか許されたのかそれとも許されなかったのかねまあその辺りもねちょっと見てみたかったななんていうふうに思いますまあ歴史にもしもありませんけどねそんなことを考えさせてくれる家康、えー、の重臣石川一正の話でございましたさあ本日の話はここまででございますいかがでしょうか、えー、ね確かな理由っていうのは分かりませんけどもねいろいろとこうね想像を巡らしてそして今までのね大河ドラマとかでもいろんなふうに、まあ、描かれてきてるわけですよね今回の「どうする家康」ではこの数正の出奔どんなふうに描かれるんでしょうかいやー本当にね すしげさんのね、カズマさんもね、いい味出してますからね。いなくならないでほしいな。まあでも、家康の元を離れてもね、その講和のね、取り次ぎとかをやってる可能性はありますからね。まあ出番がね、すぐなくなるってことはないと思いますけども。うーん家康のね、カズマさんどんな、どんな感じでね、別れをうー、別れをね、するのかな。いやー、想像つきません。でも楽しみでございます。さあ、何かね、質問などございましたらコメント欄の方にお願いいたします。参考文献、動画の概要欄の方に書いておきますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それでは、またお会いしましょう。 さらばじゃ